おはようございます、神山さん。おはよう、クラリス。おはようございます、神山さん。よう、おはよう、隊長さん。今日も頑張ろうぜ。ああ、おはよう、さくら、あつほ。それじゃ、神山君、今日もよろしくね。はっ。おはよう、キャプテン。おはよう、アナスタシア。そういえば、アザミを見ていないな。少しよろしいですか。さくら、演技を止めて。いい？よく見てて。草よ、風よ、
光よ、夏を紡ぐ者たち、私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。さくら、今演じた通りにやってみて。わかりました。でも、もっと演技に感情を込めた方が良くないですか？それじゃあ感情を込めすぎなの。こう言ったらわかるかしら。あなたが剣を振るう時のことを思い出して。常に力むのでもなく、切る瞬間に力を爆発させるでしょ。演技もそれと同じ。ただ漫然と感情を込めたのだね。ここぞという一番の見せ場では感情を爆発させるのよ。剣と同じ、そういうことなんだ。わかりました、やってみます。草よ、風よ、光よ、夏を彩る者たちよ、私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。あのダメでしたか？いえ、悪くはないわね。いいんじゃないかしら。旧大典よ。本当ですか？ありがとうございます。アナスタシアさんのご指導のおかげです。私の指導？違うわ、あなたの実力よ。たった一度の指導でここまで変わるなんて。あの、アナスタシアさん？今のは演技の初歩の初歩できて当然。これぐらいで安心されたら困るわよ。分かっています。ご指導ありがとうございました。練習の成果を聞くつもりだったけど、あの様子だと聞くまでもなさそうだ。アナスタシアの指導のおかげでさくらの実力が開花し始めたのかもしれないな。クラリス、ちょっといいかな。さっきノートを拾ったんだけど、クラリスのものみたいだったから届けに来たんだ。見ましたか？ん？何をだい？とぼけないでください。ノートの中身です。見たんですか？ああ。
すごく独特で面白かったよ。俺はいいと思うけどな。でも届かぬ愛を死神の列に掲げってところはよくわからなかったな。やめてください、声に出さないでください。あとは正義の悪魔がマガンを凝らしなんだけど、そもそも正義の悪魔ってなんだ。すみません、ごめんなさい、もう許して。あのノートは思いついたことをただ書き綴っただけなんです。脚本の卵というか、まだ意味は全くないので、誰かに見せるようなものじゃないんです。脚本の卵か、なんだか貴重なものを見た気がするよ。もう言わないでください、お願いですから忘れてください。じゃないと。悪かったよ、忘れた、もう全然覚えてない。もう二度と言わないから許してくれよ。新商品が入ったで、見たってや。それでええんやな。毎度あり。またよろしく頼むで。
話し声が聞こえる。やっとだな。私もアナスタシアさんみたいな大女優になって演劇を盛り上げると、アナスタシアさんみたいに。私みたいな貧乏な体で、誰かに揉んでもらえば大きくなるとか聞いたことあるけど、試してみようかな。なんだって、何を揉むって言うんだ。体が勝手に。さくら、話は聞かせてもらった。神山さん、これは夢？その通り、これは夢さ。だから何も心配することはないよ。過ぎたかな。なんだか悪いことをしてしまった。こら、バカ清十郎、もうこんなことしちゃダメだぞ。あなたはプレジデント G と一緒にいた。ミスターアイと呼びたまえ。帝国歌劇団花組隊長、神山清十郎。はあ、そのミスターアイさんが何の用ですか。プレジデント G の使いで来たのだよ。ある人物の身柄を拘束する任務を受けてね。身柄を拘束って一体誰を。望月あざみだ。あざみを。なぜ、どうしてなんですか。これを見ろ。これはアザミ。この仮面の男は誰だ。わからないのか。いや、分かっていてとぼけているのかな。どういうことですか。歌劇団大戦の開幕式を襲った甲馬夜叉は特徴的な仮面を身につけている。時を同じくして発見されたこの奇妙な仮面の男、無関係だと思うか。それはつまり、その不審な男と密会を続ける望月あざみは甲馬のスパイと考えられるのだよ。そんなことは絶対にありません。あざみは俺たちの仲間です。すぐにでも拘束したいところだが、まあいい、まだ調査の途中だ。それでは私はミズ S のところへ行くよ。また会おう。アサミがコーマと会ってる。そんなバカな。
ざみ。一体どこへ行ってたんだ。探したよ。里の掟12条、任務を悟られてはならない。だから言えない。掟なのはわかるけど、どこで何をしてたか教えてくれないかな。掟は大事。忍者は掟を守らないといけない。そこまで言うのなら分かった。もう聞かないよ。里の掟67条、諦めが肝心。それがいい。そんな掟まであるのか。だけどアザミ、一つだけ隊長からお願いだ。何？言える範囲だけでいい。何か不安があるときはあらかじめ教えてほしい。そうじゃないと君を守れなくなる。分かった。言えることは報告する。ありがとう。ああ、支配人室に用があるなら今はやめておいた方がいい。これは隊長命令だ。命令。分かった。後にする。いい子だ。神山清十郎、参りました。入りたまえ。やっと来たか。遅いぞ、神山清十郎。ちょうど今、ミズ S にスパイのことを伝えたところだ。アザミはスパイではありません。それを証明できるのか。できるのなら証拠を出してみろ。それはそれではミズ S、 私は失礼する。私の言葉をプレジデント G の言葉だと思ってしっかり遂行してくれたまえよ。困ったことになったわね。支配人、アザミはスパイではありません。どうしてそう思うのかしら。俺の勘です。アザミはそういうことをする子じゃありません。それには私も同感よ。でもそれで納得してもらえると思う？証拠はこれから探します。アザミがスパイでないと必ず証明してみせます。頼んだわよ。はっ。アザミはやっぱりいないか。一体どこに行ったんだろう。キャプテン。ああ、アナスタシアか。珍しく浮かない顔をしているわね。どうかしたの？いや、ちょっとアザミを探してるんだけど、どこに行ったか知らないかな。アザミならさっき外へ出て行ったわよ。外へ？まさか。アザミがどうかしたの？いや、なんでもないんだ。ありがとう。そう。それじゃあ私は行くわね。スパイ疑惑を信じるわけじゃないが、仮面の男が何者なのか確かに気になる。よし、まずはアザミを探して話を聞いてみるか。